問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。 一番友達にペンを貸します」何と言いますか? 1「1これ使ってください」2> 2「2これ借りましょう」3「3これ持っています」 2番、家に帰りました。家族に何と言いますか ?1、ただいま。2、2> お帰りなさい。3、行ってきます。 3番テーブルの上のチョコレートを一つもらいます。何と言いますか ?1 一ついいですか ?2 一つお願いします。3一つどうぞ。 4番、店にお客さんが来ました。何と言いますか1、お願いします。2、2> お元気で。3、いらっしゃいませ。 5番、コーヒーを飲むか聞きます。何と言いますか。1、1> コーヒーはいかがですか。2>, 2、コーヒーをお願いします。3、コーヒーが飲みたいです。 ごはんをたべます。なんといいますかいちごちそうさまでした。にいただきます。さんじゃあまた。